風船ありがとうございます。踊ってるのかと思ったぜ。踊ってない。風船ありがとうございます。嬉しいお知らせ、美味しいお知らせ。そうそうなんです。こんばんは。美味しいお知らせがさっき公式のツイッターで流れてましたね。ふうさんありがとうございます。ふうさんありがとうございます。そう、前ちっちゃいもんのそのあれだよ。ちっちゃいもん前が新潟駅の駅前のけなりさんっていう韓国料理のお店屋さんでコラボメニュー出させていただいたんですけど、また第2弾ということで、次は駅前じゃなくて、南口をねまっすぐ行ったとこにね、だいぶちょっと先にイオンがあるんですけど、そのあれ、そのけなりさんのイオン新潟南店さんのけなりさんで、またちっちゃいもん前を使ったコラボメニューがもう始まってるのか、なんかもう食べ行ったって言ってくださった人もいたんですけど、時間なくて場所知る、マジで新潟駅あって、ここが劇場だとするじゃん。そしたら駅の反対、こっち側、バンダイ側じゃなくて反対側反対側の南口の、南口って道路あるじゃん。まっすぐそこをずーっとまっすぐ行って、バスだと何分ぐらいだろう、そんなかかんないかな、 10分ちょっとぐらいの、そうドンキある方をずーっとまっすぐ行くと、ちゃんとねバス停があるんだよ。イオンモール新潟南っていうバス停があって、そこで降りるとイオンなので、そこのけなりさん行っていただけると食べれると思います。こんばんは。そんな感じ。イオンはね、たまにお買い物行く。バンダイか、新潟でお買い物行くならバンダイかイオンの二択だと思う。新潟の人。初見ありがとうございます。古田たおいです。確かにあんまり南口行くことないですよね。それはそうかも。それこそ劇場来てくれる人とか。今日は後半からカラオケ配信をするので待ってください。待っててください。今つづりいい、いいよ。こんばんは。ね、明日のね配信がね、なんと5時からするかもしれ、朝の多分5時から朝すると思うので、なんか今日30分だけにしようか迷ったんだけど、1時間するね。なんか今日すごいテンション高いから。明日はあれなんですよ、ポンコツな君が好きだのイベントで、東京の方に行かせて、蔦屋さんのイベントがあるので、本当に毎属配信をじゃない、毎日配信を継続する
するためにちょっと5時からやる予定なので、全然みんな寝てると思うから全然大丈夫です、無理せず。ワイ族配信毎日配信継続です、こんばんは。日曜のちっくら公園ワクチン接種頑張って注射、あ、もう多分そろそろ3回も受けなきゃいけないんだよね。まずあおちゃんが起きれないパターンは、うーん、多分ない。仕事の時は遅刻しない。それかもう目覚ましを永遠とかけ続ける。でも継続チケットが昨日2枚あって、で昨日1回使っちゃったんだよね。だからあと1個よ。だからでもあと1個はさ、なるべく使いたくないじゃないですか。だからだからちょっと頑張ろうっていう話を。本当に時間がないんだって、明日だって。本当に移動が長くてさ、だから全然みんな無理せず寝てても全然大丈夫だよ。あれ、ありがとうございます。しかも土曜日だしね、仕事ない人とかも多いよね。そしたら寝たいもんね絶対。こんばんは。そんな感じ。また終わるときに言います。でも嬉しい、なんかポンコツのさ、イベントっていうかポンコツ関連あんまりなかったじゃないですか、その活動、ポンコツの活動が。シングルのってあんまなかったから楽しみ。こんばんは。でもポンコツもさ、もっといろんなとこでやりたいよね。それこそなんか、公園とかでもやりたいしさ。これポンコツのサビ。村民会議だけだった気がする、確か。筋肉、そう、今ね、筋肉痛マジでやばいの。本当に歩くので精一杯なくらい筋肉痛やばくて今。なんか久しぶり、なんかさ、筋肉痛ってさ、やっぱさ、収まるの治るん、収まるの待つしかないよね絶対。え、なんかだよね。こんばんは。あおさ、本当に今筋肉痛やばすぎて、久しぶりなのこんなやばいの。だから助けて。なんか家の中で歩くのも超変な歩き方しかできなくて、やばいよなちょっと。こんばんは。でも今日ね、
今日ねリハだったからでも大丈夫だった。なんか外に出るとそんなになんだけど家にいる時の方が筋肉痛ってなる。筋肉痛が嬉しいと言うよね。でもさ、なんか筋トレした後に筋肉鍛えたとこ筋肉痛になってるって思うとさ、あ鍛えたなって思うけどさ、何ダンスとかだとさ鍛えようって思ってないというか、鍛え踊ってったら痛ってなってるみたいな。そうなのか、なんか動いてる方が全然なんだから、家の中でなんか中途半端にちょこちょこ歩くのが多分辛いの。ハートありがとうございます。でもね、なんか腹筋は筋肉痛になってなくて、なんか筋肉あるってことなのかなみたいな。ハートありがとうございます。入ってる時、あのね、あれ使ってます。これ実はすごい近くにあるのおもろいんだけど、筋膜リリース、これ使ってる。これおすすめだよ。これをずっと一緒にいる。なんかコロコロ転がすやつ。タンポポありがとうございます。筋膜リリースみたいな、調べてみてください。なんか普通に足とかをここに乗せてゴロゴロゴロってやるだけ。でもね、だから運動し終わった時とかやると結構いい。なんかこんばんは。バレエやってる人とか結構みんな持ってるイメージ。これありがとうございます。こんばんは。床でコロ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 転がすやつ。あとさ、なんか裸足でやってたからさ、すごいもう足もボロボロなの。しかもさ、くるぶしのさ骨がさ人より出てんのかわかんないんだけどさ、くるぶしめっちゃあざできててさ、なんかそんな痛くないんだけど、なんか頑張った感めっちゃ出てる今を。結婚してありがとうございます。そう、痛くはない。今大変なのは筋肉痛だけなんだけどね。今痛いのは筋肉痛だけなんだけど、すごいなんかめっちゃ頑張った感出てんだよね。こんばんは。くるぶしの方で出てるの伝統なのかな。多分違うと思う。どうなのかね。筋肉痛の痛みがやばすぎて痛い痛い痛いっていうか大変。こんばんは。風船ありがとうございます。風船ありがとうございます。全然座りだか、そういうこと？ダンス企画本当にしょ、なんかさ結構さ、そのアイナンの企画さ、みんなすごい大変そうだけど、ダンス部の大変さ多分種類が違う大変さな気がする。魔法のポーションありがとうございます。そしてありがとうございます。でもめちゃめちゃ大変だけどめっちゃ楽しい。ダンス部の練習マネージャーさん
見てたり見てなかったりって感じでも昨日来てくださったマネージャーさんはあれなんだっけ初めて来てくださったマネージャーさんですごいなんかスタッフさんとかにやっぱあおちゃんバレエやってたからなんか回るの上手だねって言われてそうなのかなと思って確かになんか回る部分でなんかやばい回れないって困ったことはないなと思ってその今回の企画だけじゃなくてさ普通にダンスしてるあたりで先生ありがとうございますこんばんはでだからそこを多分10年やってたからなのかなと思ってなんかあんまりその10年、まあ、数字じゃないと思うんだけど先生ありがとうございます全然さ青より年数短くても青より全然上手な子ってこの世にたくさんいるしなんなら私全然バレー上手なわけでもないしでもまあただ単になんか10年やっててでやっぱなんかちゃんとなんかなんだろうな結果に残るようなことはしてこなかったけどちゃんと生かされてるなと思ったこの企画やってなおさらからバレエの先生ありがとうこんばんはずっと公園でダンスが綺麗だなと思ってましたありがとうございますでもなんか難しいですねダンスって急になんかなんか創作ダンスにバレエでもなんかその今回のダンス部の企画 そのダンスのあれがめっちゃバレエチックなの、まあ、うんそうほぼほぼバレエとジャズみたいなジャズってほどでもないか結構バレエしてるからだから多分これがヒップホップとかだったら私は全然もうボロボロだったと思うこんばんはヒップホップはねヤヒの踊り方は結構なんかヒップホップ系だと思う。そうあんまりねそうなの結構だいぶ長期な企画なので今日放送されるかな放送されないかなと思ってる人もいると思うんだけどでもちゃんと番組内で企画はちゃんとやるのでこんばんは何かもうほぼ何かずっと最初からある企画じゃないですかこの企画
なんなら一番最初なんか結構番組できますやりますなってから、割とその初めの方にできた企画、提案された企画らしくって、こんばんは。でもね、なんかすごいね、あの部員の子とね仲良くなり始めたんですそれがすごく嬉しくて。こんばんは。iPad で配信してる。怪我しないように。ありがとうございます。先生ありがとうございます。それがめっちゃ嬉しかった。しかもさ、そのさ、なんて言うんだろうな、なんかいいね、ありがとうございます。なんか、なんだろうな、なんか仲良くなろうって思っていう部分もあるけど、なんかそれ以上にちゃんとなんか自然に話せるようになってるのがなんか嬉しいと思った。だから楽しみにしてて青の筋肉痛の成果もみんなに見てほしいからこんばんは。今日白富すごいんだけど、ちょっと許して。ハートありがとうございます。人生違ったら、でも多分そうなると、もう今例えばバンダイに行ってダンス部の子たちと会ったら全然挨拶できるレベルでハートありがとうございます。楽しみに待っててね。この位置だって大丈夫。あと何かな、みんなに話すこと。思わぬ形で部活の経験。マジでそう。なんかさ、青さ、本当にさ、その部活という組織を知らなかったからさ、何なんかすごいね、ちゃんと人生の中で部活というものを経験できて嬉しい。先生ありがとうございます。ハートありがとうございます。バンドの方は、あの曲はなんとなく決めてあって、結構今楽譜見ながら家で弾いてる感じ。こんばんは。多分5月入ってからちょっとずつちょっとずつ進展あるんじゃないかなと思って。ではおりますけど、バンドの方も。こんばんは。曲作り全然全然それはしてない6月中旬とかでしょ。5月入ってちょっと経ったらなんかあげられたりするんじゃないかなとは思うんだけど、5月もね、そう結構忙しめなんですよね。でも
5人がさ集まれる日がさ4月がさほとんどなくてさ、なんかあんだからなんかまずさ合わせたことなくて、だからちょっとやりたいって言ってたんだけどマジでなくて5人揃うことが、とかでも5人揃わなくても始めたいけどね。ねえシンセサイザー欲しいの。だからさずっと調べて、なんかさ青のさあのピアノあれなんだよね、音出る音少ないんだよね。なんかありがとうございます。シンセサイズマジで高いタオル先生買ってあげたいな、やったありがとうございます。こんばんは。なんかシンセサイザー高いんだもん、だってシンセサイザー譲ってください買ってる気どういうこと？でもなんか実際さそのバンドのさやつもさなんか楽譜見ながら弾いてみたんだけど、なんかいつものさ3人で合わせてるのとマジで違いすぎて、なんかなんて言うんだろうな、なんかさそのなんだろうなコードだけでさ弾くとさ間違っなんて言うんだろうな、ちゃんとぴったりハマる感があるんだけど、そのバンドのやつだとなんだろうな、結構なんかハモリな音を弾くことが多いから、あのこれで合ってんのかなみたいな、多分合ってるんだと思う、楽譜通りだからそれが合ってるんだと思うんだけど、だから違くてびっくりだけど、でも確かに弾いて聞いたらあおーってなるけどちょっと言葉に表しづらい、多分今までがもうハマりすぎてたからだと思うんだけどね。こんばんは。でもなんか音楽って奥深いなって思った試験ありがとうございます。ウルタテオイです。だから早くやりたいの、早くみんなで合わせたいんだわ。だからその結構バンドのさ練習風景とかもさ、練習風景をさそれこそ公演とかもだってまんま見せることないじゃないですか、ファンの方に。それ4人、あじゃあ楽器違うと多分違うと思う。こんばんは。試験ありがとうございます。古田たおいです。木本さんの曲しか場面によると思うけど、でも多分結構うーん割合的にはやっぱり48とかの曲がこれからやる時には多くなる機会が多くなる多い機会多い日が多くなると思うけど、割合的にはでも青たち的には全然なんだろう、他の曲もやりたいし、やりたいなって話してるよ。
先生いないんだよね。なんかさ、それもさ、マネージャーさんとかスタッフさんとかも話してるんだけど、ほぼほぼみんな独学なんですよ。青も、青は、まあ、ピアノやってたからキーボードってなった時に、まあコードとかも自分でやったのはあるし、あるけど、でもだから合ってんのかなってめちゃめちゃ不安になるし、あれだからなんかね、だけど、今はまだ独学でなんとかやってます。そう、あのね、めっちゃ前からねそういう話あったんだもん。あったんだけどなんか進んでなくて。シグナル始まる前とかから、なんかそれこそなんかスタッフさんとかとピアノやってくみたいな話になった時に、全然ピアノの先生とかレッスンとかできるし、ああそうなんだって思ってたけどさ。ありがとうございます。全然いいんだけどさ、不安なんだよね。なんかそれこそだってさ、なんかハートありがとうございます。やっぱりさ、ファンの方に聞かせるとかさ、お客さんのいる前でやるっていうとさ、ちゃんとしたいじゃん、青的にも。青的にもちゃんとしたいしさ、だからなんか練習時間が短いとかってなると、もうちょっとって、もうちょっと早くしたいんですけどねって思ったりしちゃうんだけど、だからなんか今は本当にあれよ、その言われた期間でもうなんとか自分で頑張ってみたいなのがほとんどだから、だからなんか青的にちゃんとめっちゃいい形でできてるかって言われたら、もうちょっとしたい、やるようにしたいって思うところもあったりするけどさ、楽器とかってさ、本当にさ、なんだろうな、やってる人ならわかるかもしれないけど、なんかあんまり楽器わかんないなって人だと本当になんか難しいからさ、あれなんだけど、でもちょっとがんなんかなってめちゃめちゃ思ったりもするし、なんかしかも楽器とかなんだろうな、そのダンスとかさ、立ち位置を覚えるっていうのも、まあ、やってたからなのかわかんないけど、一晩あればもなんとかって感じだけど、楽器ってなると一晩じゃできないから、なんか本当になんかもう徐々に徐々にってさ、やってきて、やりたいなっていう感じだから、ちょっとね、どうしたらいいんだかって感じだけど、今お的にはもうなんだろう、今のそのある期間で今の自分にできることをなんとかしてる感じだからあれだけど、もうちょっとちゃんといいものをみんなに見せられたらなと思ったりもしていますが、そんな感じかな。でもね、だからでも楽器できることはすごい嬉しいし、でもちょっとこれがもうずっと続くってなると、あおちゃんちょっともうひえーって、だからもうさ、もうピアノ弾く期間になるとさ、あーってすいません
ピアノ弾く機会になるとさ、あれなんだよね。結構本当にもう「ひゃー」ってなってママに電話して あ、もうピアノ弾けないかもしれないって毎回言ってる こんばんは。ね、だってさ、まあ、ピアノ習ってた時1曲やるのに2、3週間で仕上げてたから そう、多分もっと天才肌だったらあれだと思うんだけど、やっぱりなんか青たちもさ、ちゃんとお仕事としてやらせていただいてる分、もうちょっとちゃんとやりたいなって気持ちがとてもある あ、ありがとうございます。かな。だから最近なんかそのバンドのピアノが、やっぱもう37分になっちゃったから消しようと思って、バンドのピアノに関してなんか、あのキーボードがないバンドもあるじゃないですか。だからキーボードのある入ってるパートがあるバンドの曲を聴くようにして、あ、なんか「ああ」ってキーボードどこ入るんだか、どの音弾くんだろうって感じだから今 楽譜ないと特に。だから こんばんは。今結構ね聴いてる、そのピアノのパートがあるバンドの曲。そんな感じでカラオケ配信します ちょっとだけだけど。どうしようかな。散らばった星のどれが一番に輝くのだろう、聞かれても誰もきっと答えられない、暗闇の先にこれから、あ、間違えた、光があるステージの片隅でもがき続ける、悔しさや虚しさも青春の時、少女たちよ、もうすぐ夜明けが来る、夢の未来はこれから始まる、 oh, 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 少女たちよ、何も諦めるな、悲しい子つまんか、すべて捨てて全力で全力で走るんだ、
人の目に触れる星と気づかれない星、そこにはどういう差があるの。光届かないくらいに離れているとか、雲のせいだとか、理由が欲しい。思うように生きられない、今の自分がもどかしく不安なら背中を押そう。悩みながらいつしか強くなれる、今日の涙は明日の力さ。Oh, oh, 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 悩みながら前へ歩き出せよ、立ち止まったらそこで終わる。頑張って頑張って、信じるんだ。もうすぐ夜明けが来る、夢の未来はこれから始まる。 Oh, 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 少女たちよ、何も諦めるな、悲しいことなんか全て捨てて、全力で全力で走るんだ。みんなも一緒に、はい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 、最後に一緒に、はい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 、少女たちよでした。この曲は日向さんのソロ公演ってイメージがある。あの中で、線の裾から指でめくりながら、今日の天気を覗き込むように、告白された時未来を知りたかった。10年後の私たちは付き合ってるのかな、やがて溶けてなくなるのに、この地上を目指している。白い雪へその意味を教えて、なぜ好きになったの、なぜ私だったの、聞いてみたいけど胸が苦しいよ。
気になったの、なぜここで言ったの、見つめ合うだけで愛を感じるよ、こんな広い宇宙の片隅に出会うなんて奇跡よ、私たちのリズム、令和一年に気づかない、少し汚れた土が気になるの、心の裏側もすべて見ての通り、その白さを信じるには臆病すぎるだけ、人に傷つけられたって一人きりじゃ生きてゆけない、積もる雪や大人になりたい、なぜ言ってくれたの、なぜ彼女じゃないの、頭のどこかでずっと叫んでる、なぜ言ってくれたの、なぜ今のタイミング、幸せなはずが不安でいっぱい、手に入れたら失いたくない、愛はいつも苦手で、答え方のリズム、なぜ好きになったの、なぜ私だったの、聞いてみたいけど胸が苦しいよ、なぜ好きになったの、なぜここで言ったの、見つめ合うだけで愛を感じるよ、こんな広い宇宙の片隅に出会うなんて奇跡よ、私たちのリズム、なぜ私たちのリーズンでした。じゃあ、スキルの合宿来たけれど、一週間先の予約だった。マネージャーの君が日にち間違えてた、絶対にありえないミス、ごめんなさいって必死に謝る姿に僕はキュンとしてしまって、怒れないのはなぜだろう、ポンコツな君が好きだ、いつもドジばかり踏んでる、頼りないところがいい、なぜか安心できる、失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛いよ、そんなに
仕方なく帰って、気がついた、みんなの荷物はどこへ行った、忘れてきちゃったのに、どうせまた行ったらって、くたくのないその笑顔、そう人生なんて肩の力を抜かなきゃ、きっと息苦しくなるから、楽しくやっていこう。ポンコツ部にも個性だ、君がおおらかに見える、完璧にできることが大切なんじゃない、そんな君のそばにいる、僕の器は小っちゃすぎる、何度間違ってもいい、もっと高くの低い生きなきゃ、人は皆ちゃんと幸せする、言われたことだけを言われたようにやる、欲しかったのは自由、どこかネジが緩んでる、マイペースな君の勝ちだ、思うようにいかないこと気にしないで生きる、ポンコツ、ポンコツな君が好きだ、いつもドジばかり踏んでる、頼りないところがいい、なぜか安心できる、失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛いよ、そんな人間らしさに僕はどんどん惹かれてゆく、守ってあげたくなるよ、1,2,3,4,5,6,7,8。パンカツほんとありがとうございます。あ、イヤホン外します。3,2,1。ちょっと優しく切れたんじゃない？ポンコツでした。ポンコツ。はい、ということで、今から明日の夜ご飯を発表します。じゃあどうしようかな決めました。明日の夜ご飯はじゃか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 じゃん、チーズです。今度みんなでさ、モッツァレラチーズゲームしませんかなんか文面でもできないかな。以上ですと明日の配信時間は朝の5時からちょっと15分だけ配信するので、見に来てくださいとは気軽に言えないですが、もし起きてたら見に来てください。今日も頑張っておきます。はい、ということで、本当に明日は配信できる時間が朝の5時から15分しかないんです。だからごめんなさい、青がもし10時以降できるだあるかもしれないんだけど、 10時までだからさ、仕事してます。お疲れ様。じゃあもう頑張って起きるね。は
ということで、スクショタイム。はい、撮れました。だからは今日もう秒で寝ます。ということでランキングを読みますね。いきますね。13位山野さん、ありがとうございます。12位金堂さん、ありがとうございます。11位バイケンさん、ありがとうございます。10位ジンさん、ありがとうございます。9位フレッシュミオリンさん、ありがとうございます。8位シロトーさん、ありがとうございます。7位アオイさん、ありがとうございます。6位ヨーミンさん、ありがとうございます。5位ソウルメイトさん、ありがとうございます。4位おじゃさん、ありがとうございます。3位新潟カズさん、ありがとうございます。2位ポンポンさん、ありがとうございます。1位ヨックンさん、ありがとうございます。ではまた明日おやすみなさい。ありがとうございました。それではまたねー。